色増えましたね。まあそんな感じで夜の収録はやってませんし、もうどちらかというと平日の朝が大体メインです。で、平日の朝って言っても別にそんな毎日やってるわけでもなくて、あの本当に家族が誰もいない時間帯でうちが最後までいられるっていうのが、最後までいられるというかうちが一人になれる可能性の高い時間帯なんですね、朝が。あの実はまあ、あそっか、次の質問と被るから言わない方がいいんですけど、言わない方がいいか。あの朝でまあ家族、あの朝だとうちが一番最後に家出る日があったりするので、まあもっぱら朝になってる感じです。要はね、いつだったかな、ザハウス実況の1でしたか。あれはまああれも朝なんですね。まあザハウスの2についてはちょっと特殊な事情でたまたまっていうことだったので夕方にやらせていただいたんですけれども、まあそういうことですかね。まあ、あとまとめて収録する日もあります。一応今日は学校が休みっていうのがあって、それで今まとめて収録してます。なので本当になんだろう、収録環境結構恵まれてるってところがあるんですよね、うちの中では。まあ、もしかしたら他の実況者さんでは結構制約が強いっていうのもあるのかなっていうふうには思いますけれども、まあ、うちは条件が結構恵まれてるので毎日収録できるんですね。はい、じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあ次の質問、まあこれがラストですね。学校は何時に始まるんですか。まあ、そうですね、うち動画の中でも学校に行かなきゃいけないとか散々言ってたりとかしますけれども、学校が始まるのは普通は9時なんですけれども、あのうちの取ってる授業に関しては実は全部10時40分が始まるんですね。なのでまあ学校に行くのに大体1時間ぐらい、まあ電車使って1時間ぐらいになるんですけれども、そうするので大体9時45分に家を出るんですよ。なのでまあ一応前回の質問でまあ動画の収録、まあ、家族が全員いなくなるのが大体8時半からで、でうちはその間の約40分をまあ収録にかけてる感じですね。まあさすがにちょっとうちの学業もありますし理系ってこともある、まあ理系を言い訳にしちゃいけないんですけれども、そういうところもあるので、そういう意味ではあれ、まあいいや、まあそういう意味ではまあよほど忙しかったらやらない日もありますし、まああと動画のアップも一応毎日、まあため撮りがかなり多くなっちゃったので、ああいう条件というか収録時間が結構恵まれてるっていうところもあるので、まあそれに合わせて撮ってたりするとやっぱ結構ため撮り増えちゃうんですけれども、まあ、最悪の場合アップできない日が出たりとか、アップできないというかまあアップはしますけれども定刻のアップができなかったりとか、そういうことは起きたりはしますけれどもね。学校大変ですもん、レポートとかレポートとかレポートとか。
いや本当にレポート結構あるんで、いろんな、あれもう一杯、結構いろんな授業でレポートが出るので、なので、あーちょっと待って、やばい、あー危ない、うわ怖い怖い怖い、あー嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、うわあ、ちょっと待って、おい、なのでやっぱりそうですね、学業の忙しいっていうところはあるんですけどね、危ない、お、消えた消えた、ほわ、ちょっと待って、パソコン買い替えたせいか早いな、あっマジマジかよ、ちょっと待って、ああしょうがないか、まあ四隅にも四隅であれすごかったんですけどね、まあ、そうですね、学校が、まあ学校で結構レポートとかもいっぱい出るので、そういうところでは結構大変ですね、まあちょっと暇つぶしにクレジットの話なんかできますけども、うん、まあそういうところありますね。まあその中で自分が可能な範囲でなるべく収録は進めている感じですって言っても、まあため撮りが多いんでね、まあなぜため撮りしてるかっていうのも、やっぱりいつしかあのまともに収録できない時が来てしまったらっていうのもあるんで、まあその時に事前に予告できるっていう風なのがあります。終わっちゃってるクレジットじゃあそんな感じですかね。まあちょっと本当はもうちょっと言いたいことあったんですけれども、まあ半端のところで終わっちゃったんで今回ここで切ります。はい、じゃあそんなわけでフラッシュゲーム実況プレイパート8はフミケスをプレイしました。2代目でやればよかったかな、2代目の方が処理遅いからいろいろやりやすいんですけれどもね、まあしょうがないですね。はい、じゃあそんなわけで以上になります。次回の予定なんですけれどもまだちょっと考えてないんですね。次回の予定は今回やったフミケスの縛りプレイをやるか、もしくは別のフラッシュゲームになるかもしれません。じゃあそんなわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。